仙台フィルハーモニー還元楽団は森野と宮城県仙台市を本拠とするプロのオーケストラである。略称は仙台フィル、仙フィル。同盟の公益財団法人が運営を担い、事務局が仙台市役所に指揮庁庁舎1階にある。日本オーケストラ連盟の正会員である。1973年に宮城フィルハーモニー還元楽団として発足した組織が 1989年に現在の名称を得わり、同時に三観編成化したものである。2019年1月時点で74名の楽団員がここに所属する。宮城フィルハーモニー還元楽団は1973年3月に発足した。この時に尽力したのが地元出身者で作曲家の片岡義和である。片岡が バレエの発表会にオーケストラを使いたいと考えメンバーを募集したところ30人ほどが集まった。これらの演奏家が宮城フィルハーモニー管弦楽団の母体となった。その中にはプロもいたがアマチュアがほとんどだった。また、片岡はオーケストラ創設にあたり札幌公共楽団の事務局に助言を求めたという。 宮城フィルハーモニー還元楽団発足後、片岡は常任指揮者となった。1974年に第1回の定期演奏会が開催され、1975年には運営母体として宮城フィルハーモニー協会が発足した。1978年には協会が社団法人となり、プロオーケストラとなった。この時、山形交響楽団から、 宮城フィルハーモニー還元楽団へ何人かの学員の遺跡があった。オーディションで演奏者が募集され、また演奏者の組合への加入で、楽団員の待遇改善が図られ、楽団としての形が徐々に整えられていった。しかし、楽団の経営は厳しく、楽団員自らが楽器の運搬をしたり、NHK 仙台放送局から楽器を借りたこともあったという。 政治家の三塚博士の助言で山形公共楽団と連名で助成金を受けたこともあった。1983年には片岡の要請で芥川康氏が音楽総監督につき、またも宮山和明が常任指揮者に小林健一郎が主席客演指揮者となって複数指導者による体制となった。1988に 宮城フィルハーモニー管弦楽団は、上海公共楽団から音楽監督と演奏者を迎えて、ベートーベンの公共曲第9番を演奏した。これについて、マスメディアは事前に大々的に報じたが、市民から事務局への問い合わせの電話は、非常に少なく、事務局スタッフは楽団に対する市民の関心の低さを痛感したという。一方で、この年度には、 大きな赤字を出しながら、楽団員の増員や定期演奏会以外の公演の実施など、積極的な活動が行われた。19894月に、仙台市が政霊指定都市に移行したのに合わせて、宮城フィルハーモニー還元楽団は、仙台フィルハーモニー還元楽団へ名を変えた。芥川はこれより、前の同年1月に死去したが、生前、 仙台フィルハーモニー還元楽団の名称を提唱していたという。5月に仙台フィルハーモニー還元楽団は初の東京公演を行ったが、結果的にこれは芥川の追悼公演ともなった。この東京公演は楽団初の CD となり、日本全国で発売された。19902月には仙台フィルハーモニー還元楽団と、 札幌公共楽団の初の合同演奏会が行われた。演目はマーラーの公共曲第1番であり、学院120人編成による大規模な演奏会となった。同年、仙台市青年文化センターが開館し、以後、仙台フィルハーモニー管弦楽団はここで練習及び定期演奏会を開催するようになった。この時、定期演奏会が2日、 連続開催となった。この当時、待遇が指して良くない地方オーケストラの中でも、仙台フィルハーモニー還元楽団の楽団員への報酬は少ない部類であり、楽団員は学校での指導や結婚披露宴での演奏などで収入を足した。1992年になると、運営母体の社団法人宮城フィルハーモニー協会から分離する形で、 財団法人仙台フィルハーモニー還元楽団が設置された。社団法人の教会は大きな負債を抱えており、そのまま教会が財団法人になるのは望ましくないと考えられたのである。この後、教会は2001年に解散し、楽団の運営は財団法人に一本化される。1995年、仙台市で第2回若い音楽家のための チャイコフスキー国際コンクールが開催されると仙台フィルハーモニー還元楽団はそのホストオーケストラとなった。2000年には初のヨーロッパ公演が実現し、楽団はオーストリアのリート、リンツ、ウィーン、フィラッハとイタリアのローマをめぐった。2001年からは3年ごとに仙台市で仙台国際音楽コンクールが開催されることになった。 このコンクールの本戦では競争曲が課題曲であり、仙台フィルハーモニー管弦楽団はコンクールの出場者とこれを共演することになった。2009年公開の映画、剣岳展の木では仙台フィルハーモニー管弦楽団が音楽の演奏を担当した。2011年3月11日の東日本大震災発生時、仙台フィルハーモニー還元楽団は リハーサルの準備中で、団員は無事、楽器に若干の被害があった。しかし、ホールの損傷などから以後に予定されていた演奏会は中止になった。3月26日、楽団創設者で当時楽団副理事長だった片岡が住職を務める水市のバレエスタジオで第1回復興コンサートが開かれ、楽団は、バーバーの減額のためのアダージョや紹介。 故郷を演奏した。この後、楽団は、時は木学園高等学校の音楽ホールなどで演奏を続け、同年7月には、楽団の本拠地である仙台市青年文化センターが、再び使用可能になった。仙台フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会は、年間で9回、開催される。1回の定期演奏会は、同一プログラムを2日間、 演奏する形態をとっており、それぞれ金曜日の19時と土曜日の15時に開演する。定期演奏会のほかに、特別演奏会が年に何回か開催される。特別演奏会には、映画音楽など、クラシック以外の音楽を演奏する、サマーフェスティバルや、仙台市以外での演奏会、マイタウンコンサート、例祭時から入場できるコンサート、オーケストラと遊んじゃおうなどがある。 12月には、ベートーベンの公共曲第9番、いわゆる第9の特別演奏会がある。2001年から3年ごとに開催されている、仙台国際音楽コンクールでは、ホストオーケストラとして、コンクールの課題曲である競争曲を出場者と共演している。他の楽団との合同演奏会が何度か行われており、仙台フィルハーモニー管弦楽団は、 山形交響楽団や札幌交響楽団と共演した文化庁主催文化芸術による子ども育成総合事業では東北をはじめ日本全国の学校を訪問し勇気と感動を届ける活動を続けている仙台フィルは仙台市青年文化センターのコンサートホールを本拠地とし宮城県民会館や泉二21などの他のホールで行われる演奏会もある 東日本旅客鉄道文化財団主催、森のとコンサートは仙台駅で行われる。また、仙台の秋の風物詩仙台クラシックフェスティバルや仙台市野草園、萩祭り、仙台高のページェントの点灯式の日に合わせて開催される77スターライトシンフォニーなどの各主催時にも楽団の出演がある。仙台には小学生、中学生、 高校生で構成される仙台ジュニアオーケストラがあり、仙台フィルハーモニー管弦楽団の団員は、これの指導者を務めている。また、東北電力が企画している東北電力スクールコンサートでは、仙台フィルハーモニー管弦楽団は、山形交響楽団と分担して、東北地方及び新潟県の小学校や中学校を訪問し、児童生徒に演奏を届けている。 また東京での公演や石川県立音楽堂でのオーケストラアンサンブル金沢との合同演奏会なども行っている。2016年より東日本旅客鉄道の仙台駅の発車メロディーは仙台フィルハーモニー管弦楽団が演奏したものが使用されている。また仙台市を本拠地とする J リーグベガルダ仙台のファンファーレ、ファンファーレ投資役堂は ベガルタ仙台と仙台フィルハーモニー管弦楽団のコラボレーション企画から生まれたものである。また、以下は年度別の挿入乗者数である。日本オーケストラ連盟から公表されている2004年度以降の値を記す。2008年度まで外数発表であり、2009年度以降が実数発表なので不連続なグラフとした。以下は年度別の収入合計と支出合計。 および、収入のうち数である、演奏収入である。日本オーケストラ連盟から公表されている2004年度以降の値を記す。黒線が上になっている年度は、黒字、逆に赤線が上になっている年度は赤字である。このグラフの期間では、リーマンショック発生年度より2年間、および、東日本大震災発生の翌年度から3年間が赤字になっている。 ありがとうございます。